今日はつなぎ温泉四季祭にやってきました。ここは温泉だけじゃなくてレストランもあるんだって。美味しいもの食べれるよ。何食べようかな。ほう、あ、露天気持ちいい。このちょっと冷たい空気と温かいお湯が最高だ。露天もいいけど、さらに楽しいのがあるんだって。こんにちは。こんにちは。こちらではどんなものが。つなぎ町はですね、タチウオが特産品ですので、こちらタチウオを使ったお料理の方をお勧めしております。タチウオ、はい、お待たせしました。ありがとうございます。つなぎ町のですね、特産品を使ったですね、はい、色彩定食となります。色彩定食、タチウオの煮付けにですね、あとお刺身が入っておりますのでですね、はい、お刺身にもタチウオいますね。そうですね、はい、わー、美味しそう。ではいただきます。何から食べようか。ご飯、刺身、タチウオのお刺身いただきます。中央とかエビとか乗ってます。美味しそう。綺麗だな。見てください、ツヤツヤのタチウオでございます。美味しそう。身がプリプリです。新鮮ですね。このプリプリの身と皮がちょっと歯ごたえあるのが特徴ですね。それでは塩の煮付け、どどん、大きいですね。贅沢だな、これ。塩って皆さん食べたことあるのかな。ふわふわだ。溶ける溶ける、ほどける。ぜひこちらつなぎ温泉四季祭で美味しいタチウオを食べてみてください。